自分がバカであることを分かっていない人間は何ともしようのない大バカである。自分がバカであることを分かっている人間は少しは救いがある。自分がバカであることを分かっていて努力する人間は素晴らしい。いつかバカでなくなる。賢くなる。自分が能力がないのに分かっているいない人間は何ともしようがない大バカである。自分が能力がないことを分かっている人間は少しは救いがある。自分がに能力がないのを分かっていて努力する人間は素晴らしい。いつかは能力ができる。とにかく自分がバカであるのにバカであることが分かっていない人間は自分が賢いと思いがちである。何ともしようがないバカである。自分が能力がない人間は自分が能力があると思いがちである。何ともしようがない大バカ者である。結論として自分がバカ、自分が能力がないいうのを分かるってその上で努力する、これが一番素晴らしい。いつかバカでなくなる。賢くなる。いつか能力ができる。あなたはどの分類に入るかな？